タイガくん、今日は新しいおやつのご紹介だよ。前回あげてたね、ビーフのお肉のおやつ、ちっちゃかったからすぐなくなっちゃったね。なので次の新しいおやつ買ってきたよ。ただね、その前にご報告があるのですが、みんなに、タイガくんちょっとね、太ってきちゃったの。どこがって思うでしょ、皆さん。上から見るとね、ウエストのね、くびれがね、少し減ってきちゃったの。寸胴になってきちゃった。これでもなんです。前はもっとキューッとくびれてたんだよね、大河くん。で、あと、やっぱりママがね、抱っこするときに、あれ、大河くんなんかこんな重かったっけって思うようなことが最近多くありまして、で、先日狂犬病の注射をしてきました。大河くん狂犬病の注射を病院でしてきた時に体重測ってもらって、そしたらなんと 3.3 キロでした。大河くんね、この体格になって、成犬になって、この体格になって半年ぐらいは 2.7 キロだったんです。実は徐々に増えてきて、で、やっぱり一番増えたきっかけになったのは去勢手術ですね。2月に行った去勢手術、あれから徐々に増えてきて、まあ冬でお散歩もあんまり行かないで、ニニにね、抱っこしてもらって、カバンの中のスリングの中でお散歩したりしてたので、その運動不足もあるとは思うんですけど、太っちゃったんだよね。やっぱり去勢手術すると、先生が食欲が湧きますよ、太りますよって、去勢手術のデメリットとして教えてくれてたけど、やっぱりそうだね。大河くんあんなにガリガリだったのにね、ちょっとなんかポチャポチャしてきたもんね。このお肉の部分もこの皮、こうやってつまめるようになりましたね。前はこんなになかったね。大河くんなんかムチムチしてきたよね。ムチムチボディになってきたよね。皮がね、こんなに伸びなかったよね、前はね。ね、大河くん太っちゃったのね。それで、まあ、おやつは、おやつとしてあげてるわけではなくて、正直、ご褒美なんですよね。爪研ぎした後のご褒美とかであげているものなので、ちょっと削れないんですよね。ご褒美ね、ないと嫌になっちゃうもんね、爪研ぎ。なので、一応食事を少し減らそうと思います。お散歩はこれ以上もう行けないので相当行ってるもんね、毎日。まあ、梅雨に入って少し、お散歩も行けなかったりしてるんですけど、食事を少し減らそうね、大河くん。大河くんの食事量なんですけど、朝昼晩、正確には朝は午前中の10時11時ぐらいに1回あげて、夜は夕方の7時頃、19時頃あげて、それでママが寝る前の深夜の2時3時ぐらいに夜食としてあげて寝てるっていう生活をしてます。これね、なんで夜食あげるようになったかっていうと、朝方吐いてたんですね、ずっと。空腹で吐いちゃうやつ、胃酸を吐いちゃうやつ、胃液を。それで夜中にあげるようになったら吐かなくなったので、それでこのスタイル、1日3回、昼、夜、深夜っていう感じかな、この3回あげてます。で、どのぐらいあげているかというと、大河くんのこのご飯のカップメモリ、これが 0.4 のところを朝、0.3 のところを夕方、0.2 のところで深夜、ずっと上げてました。
それをこれからは昼と夜を 0.3 にして、深夜を 0.2、 一目盛り分だけ1日の量少なくしようかなと思ってます。それでやってこうね、大学頑張って、ダイエット、あとは運動頑張ろう、いっぱい遊んだりいっぱい走ったりしようね、大学ね。で、先生にもその 600g 増えたっていうのも先生も驚いていて、この体型だったらまあみたいな感じだったんですけど、キープしましょうって言われました。これ以上増やさない方がいいですね、 3.3 だけど3キロぐらいでいいかもしれませんって言われたので、じゃあちょっとダイエットしてみようかなって思った次第ですね。大学頑張ろうね。まあそんなわけで、ここのところの大河くんの体型に対しての近況はこの辺にして、今回はおやつ紹介です。待ってたね、大河くん。今回買ってきた新しいおやつはこちらです。安定のドギーマン、ハロードギー、ドギースナック柔らかささみカット。これね、ビーフジャーキーみたいな見えるんですけど、ささみなんだね。カットされてるから食べやすいかな、揚げやすいかな。前の棒状になってた一番最初のビーフジャーキー、あれ切ってたもんね、ママがね、ハサミでね。これは切れてるから食べやすいかな。柔らかささみカット、ささみの旨味をぎゅっと閉じ込め、しっとり柔らかな食感に仕上げました。ヘルシー&ジューシーな一口サイズのおやつですって。大河くんは超小型成犬、 5kg 以下、1から24個もあげていいの？へえ、そうなんだ。まあ1個2個ずつだよね。爪切り1本ずつしかしてないんだもん。1本2本しかしてないからね、大河くん。じゃあ開けてあげてみようと思います。ちょっと待ってね、開けてきたよ。中身こんな感じ。結構大きいよ。すごいね、美味しそうな匂いするの。大河くん、美味しそうな匂いするよ。それでは揚げてみようと思います。こんな感じね。結構固め、意外と。はい、お座りして、お座りして、それ伏せだな。はいはい、お座り、お手、おかわり、伏せ、伏せしてるね。はい、どうぞ。どう？あ、早い早い。おいしい？おいしかった？よかったね。特別にもう一個だけあげようか。はい、どうぞ。あれ？やっぱちょっと硬いんだ。これでこのまま冷蔵庫入れとくともっと硬くなるかもね、乾燥して。おいしかった。よかったね。大河くん、おやつほんとおいしそうに食べるね。ご飯もそうだけど。でもちょっと体型の方気をつけようね。こんなに痩せて見えるけどね。お腹もシュッと締まってて。手と足なんてほとんどお肉ついてない。お顔にもお肉ついてない。お肉がつく場所といったら、きっとこの胴体部分だけなんでしょうね。背中のね。でもやっぱり本当にね、くびれ、前のと比べられるかな。前の画像が残ってれば最後に載せようと思いますが、ちょっと太ったんだよね。なので3キロ目指して頑張ろうね、大河くん。以上、大河くんの新しいおやつ紹介とダイエット始めますっていうご報告でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。